解説です。A がプラスの時、X を十分大きな P とすると、二次式 AX の二乗プラス BX プラス C はプラスとなり、X が P より大きいを満たしています。B がプラスの時も、C がプラスの時も成り立ちます。A が0で、B がプラスの時、AX の二乗プラス BX プラス C は、BX プラス C という一次式となります。X を十分大きな数にすると、二次式 AX の二乗プラス BX プラス C がプラスとなります。このことを示すには、配理法を使います。解答です。括弧1。A をマイナスと仮定すると、X を十分大きな数にすると、二次式 AX の二乗プラス BX プラス C はマイナスとなり、プラスとはなりません。よって、マイナスの反対側は0以上ですから、A は0以上となります。BC についても同様です。括弧2です。括弧1より ABC はすべて0以上です。ここで ABC がすべて0でないとします。つまり、ABC がプラスの時です。その時、二次式はすべて十分に小さい x についてプラスとなります。x が p より大きいに適しません。よって ABC すべてがプラスは適しません。言い換えると、どれか一つが0であることです。括弧3です。括弧1から ABC はすべて0以上です。ここで ABC がすべて0であるとします。すると3つの不等式がすべて0は0より大きいとなり適しません。また括弧2からABC のどれか一つが0となります。A が0の時、3つの不等式は、1、2、3となります。2は、X括弧 BX プラス C が0より大きいです。1を使って、X は0より大きいとなります。X が0より大きいとは、X が P より大きいに適します。よって P は0です。B が0、C が0でも同じようになります。したがって、括弧3が示されました。準備です。底辺が共通で面積の等しい三角形では、その頂点は底辺と平行な直線を動きます。高さが共通となるためです。また、面積比は相似比の2乗です。解答です。点 X を三角形ABC の内部にとると3つの三角形の和は三角形 ABC となり適しません。三角形 ABC の外部を6つに分けます。点 X が辺 BC の外にあるとき、3つの三角形の和は三角形 ABC と2つの三角形
BCX の和になります。つまり三角形 BCX が2分の1と1との間にあるときです。点 X は BC に平行に動きます。点 X の通過する部分は図の塗りつぶした部分です。求める面積は三角形 ABC の4倍から三角形 ABC の4分の9倍の部分を引いた面積です。点 X が頂点 C の外にあるとき、3つの三角形の和は ABX の2倍から三角形ABC を引いた式となります。条件から三角形 ABX が2分の3と2の間にあるときです。点 X はAB に平行に動きます。よって点 X の通過する部分は図の塗りつぶした部分です。面積は三角形 ABC から三角形 ABC の4分の1を引いた面積です。対称性を使って他の4つの部分も同じように求めることができます。よって面積はこのようになります。yt 割る xt を作り計算します。ルートの中を gt と置き微分します。t がマイナス1と1の間で g't はマイナスです。gt は単調に減少します。したがってルート gt も単調に減少します。距離の公式からft を t で表します。次に積の微分を使って f't を求めます。 f't が0となる t は2分の1です。増減表を作ります。表から最大値が決まります。 xy 平面に点を取ってつなぐ方法でft のグラフを書きます。90度回転するとき通過する領域は四分円の部分と領域の部分を足したところとなります。その計算です。領域 d の定積分です。 y を t で dx を t で表します。ルート 1-t の2乗と t ルートに分けます。全般は円の半分で後半は帰還数で定積分は0です。求める面積は領域と四分円を合わせた値です。